デカ盛り師チャンネル。じゃあ、田辺選手と、じゃあ、ヘチマン。ヘチマン、ブロッコリーやろ。ダメとこシータ、ダメとこシータ、はい。シリーズケーキ君に、選手に来てくれました。おんたの時かぶってるから、今日聞きたいのは、年俸いくらもらってんのっていう。YouTube っぽっ。YouTuber になりきってるやん。年俸はちょっと冗談やけど、移籍の難しさと、移籍でこれからどうなっていきたいか、多分今何歳？いや、もう30っす。え？もう 30？ もう引退っすよ。早い。もう35やからね、私。いや、すごい。35はもうサッカーできないな。多分もう30。あんたねが30よ。もう16やったよ、お前。いや、ほんまやで。うん。まあ、あん時だからね、ほんま。大分の時は。俺のものは嫌いの時は。まあでも俺でもそう。タミ今何チーム？大分？大分、福岡、千葉、千葉セレッソ、4チーム。はい。どこが一番良かった？どこが一番良かった？何？何？何？どこが一番良かった？何？どこが一番良かった？何？どこが一番良かった？何がですか？あ、やっぱないんか。大分はないんや。ダメだ、大分愛ないです。どれが正解か分からんやろ。どれが正解か分からん。いや、もう大分愛はあるかどうかっていうのを今ちょっと。あ、それはありますよ。だってそんなこと言ったら、だって俺ユースっすかね。でもパッて出てこんかったやん。いや、だってそれはそのチームのやっぱ良さもあるし、うん、だって正直難しくないですか。その大分が一番良かったかって言われると、あ、じゃあなんか、まあまあ言い方悪かったかな、俺は。そうっすね。そういつもっすよね。いつもあれですよ。ちょっと止めて、しようか。どうぞ。こっちで止めないでください。ケイスケは？ケイスケはどこ？俺は大分。どっちも最初大分やん。大分、福岡でしょ。大分、福岡、一緒。かぶってる？いや、福岡はかぶってない。京都で、セレッソ。え、4チーム？いや、その間にね、福岡の前にちょっと半年だけ、だから今の北九州が JFL の時に行ったっけ。うん、半年だけニューウェイの北九州ですね。あ、懐かしい。そこに半年だけ行って、うん、まあ5チームかな。で、どうが一番あれ、愛着だ。愛着、うん、愛着だもん。いやいや、それやっぱ、多分言ったように、いろいろ良さがあるからさ、やつは。俺、大分愛がある。大分愛はあるよ。いや、それみんなあるんですよ。でも、どこがって本当に難しくないですか？本当に1個目でもない。全部好きやんな。はい、全部好きやんな。正直、その本当に嫌いなとこないです。な、今日も一応、ほんま大分。トリンドファンに向けて、ちょっとまあ、まあ、セレッソのファンもいるけど、うん、まあ、大分のその愛着度みたいな、やっぱ今 J2 でさ、まあ、これあかんかな。いや、でもそんなことないし、うん、大分編みたいな感じ。そうそう、昔の、まあ、その共通はセレッソ、あ、じゃあ大分や、大分だから、うん、大分ばっかり言ってさ、セレッソ嫌いな。いや、大分いや好きや、好きや。俺セレッソめっちゃ好きや、うん、好きや、ほんまに。俺は好き。大分ばっかり言ってさ。使おう。テッカチャンネル。あと移籍の難しさあるやん、やっぱ。それさ、一番最初にいたチームから離れるのって結構きつくない？俺結構なんか抵抗あったから、移籍は。そう、一つのチームでなんかやっぱ長くやりたいなっていう、個人的にはそう思った。だからそういう人になれるのはそれは一番ベストですね。まあ、わかんないじゃないですか、うん、先は。まあまあな。はい、まあそんな感じやんな。はい、だから移籍するときに、まあケイスケ、まあセレッソあるっていう去年あったけどさ、うん、試合出場なのか環境なのか、いろんな問題があるやん。俺はマジで金で選んだ。いや、マジぶっちゃけ今終わってから言えよ、うんうん、やっぱ評価やから。まあまあまあ、そうやな。だし、なんか評価されるところに行きたいし、うん、でも出場時間とかそんなの保証はなかったから、うん、俺はもう大分からフロンタレ行った時に完全に、まあチャレンジやったけど、大久保しといて、小林いて、江川もいて、そこで俺ようチャレンジしようと思ったなと思って。僕逆にそのあれがあんまないですね、今まで。移籍のタイミングでこのチームだけお金高いとか、ここは低いけど、まあ、出れる確率は高いとか、そういうのは今までないですね。だから俺も移籍するときに絶対こっち行けって言うと逆行けって思ってる。多くの失敗はしたい。今評価されたら嬉しいもんね。嬉しい。それが失敗ではなくないですか？いや、まあ引退したら分かるよ。インテストどうやったらさ、どんどん深掘っていくやん。あ、本当にね、そうそうそう。で、なんか例えばちょっと子供たちに喋るとかったら、喋ってたらどんどんなんか泣いてくるんだよ。泣きそうになってくる。俺前、講演会の時に、うん、自分のプロフィールバーッとする時に、うん、あ、俺ここでミスだわとかって分かってくるんだよ。へぇ、そうそうそう。
でも本当に分かる、これね、俺大阪だからかもしれないですけど、やっぱり今 SNS 時代じゃないですか、見たくないけどそういうのが入ってくるわな、くるんですよ、そうやな。俺だからもう見たくないからツイッターとかもやってないし、あれだけど、SNS な、もう本当に1試合フルでこんだけ一生懸命やって、うん、今日はちょっと良かったやろとか、なんでかんでできたとかやろ、そう、わかるわ、本当にそう、特に多いし、俺めちゃくちゃ多いですよ。でもやっぱね、J1 で優勝したいチームとかはやっぱそうなんだろうなと思うんですけど、俺もなんかいっぱいありすぎて、もうないよね。いやだから俺もこれは本当にもうめちゃくちゃ俺悪いんですけど、うん、去年退場しちゃったんですけど、うんうん、その時やばかったっすよ。まあな、退場はな、じゃあ試合出るイコールそこ怖いとこあるよな。そうそうそう、俺大分の時それやったもん、うん、やっぱ怖いやん。でもちょっとそういうの見てからやっぱ負のレースみたいなの入りません？入る？入る、入る、入る。え、わかります？うん、わかるわかる。思いません？なんか、こんなこと言われるならもういい。いや、まあまあ、まあ、でも思うでしょ？ケースあんの？あるよ。だ俺とかさ、特に目超えてるもんね。そう、ジンさんしか見てきてないわけやから。あ、ジンさんな、だからジンさんと比べられるわけやからさ、普通にやっぱ試合に出るってなっても、なんかやっぱどっかで考えてんのよ。こんなプレイしたらとかさ、そう考えちゃうから、もうそうなったらもうあかんねん。だからチェーンのピッチに立つ、うん、あとセレッソのエンブレム背負ってのも結構やっぱビッグやもんな。そう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 、京都の時はそんなことなかった。全然京都の時はなかった。いや、強調する京都の時はそのなんか何、いや分かるよ、言ったよ、京都が悪いとかそういうわけじゃなくて、そうそう、やっぱセレッソはやっぱ比べられる人がやっぱ人生やから、もうスーパーな人やから、京都がおらへんとかそんなんじゃなくてな。そう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 、練習してて恥ずかしくない時あるっすもんね。キヨ君のプレー見た後になんかポジションでミスった時とか何すんやろみたいな。全然ちゃう。いや、キヨだけはやばいっすよ。あう、俺は何て言うの、いきなり J110 秒クビなって、まあ、地域リーグ行って、で最後 J3 で終わっちゃったから、だからその熱いものが終わってもたよ。 J3 だから熱くないとかじゃなくて、まあ言ったら J4 のトップのなんかしのぎ合いがなくなって、うん、ああいう環境でやるのがもうなかったから、もうだから29巻なかった。あ、そう、もう10秒の29で宮崎でもう3着だから、だからまあそれを怖さもあるから、まあ、羨ましいなって思っちゃう俺は、まだ、うん、けど言うてることはめっちゃわかる。1年でも長くやったらいいと思います。でも俺はもう移籍の苦しさを知ってるから、下げるのはいいけど上げていくのも難しいから。いや、そうなんですよ。いや、ほんまに本当にそうっすよね。 J2 長かったからそれは本当に思います。なあ、俺も J2 長いし、ケイスケもな、俺もずっと J2 だ。まあな、うん、13点取られたしな。カタカナの4文字を言うのはジンマシンやね。お前、おもんななったな。おい落ちたじゃないですか、J2 が。次の年に僕ら1年生で入ってきたんですよ。ああ、うん、トリニータ、ユースで。で、その次の年すぐバカみたいになっちゃうから。14連敗した時な。あれすごかったな。でも、あれはほんま。でも本当に14連敗してたかもしれないですけど、試合は面白すぎて毎回見に行ってましたからね。ああ、そう。試合おもろかったと思うよ。めちゃくちゃおもろかったです。なぜか勝てんかったな、あの時な。あの時はほんまに、あの時の大分の中時は。でもそれって、僕も合格したことあるから分かるんですけど、どっちかというとトリニータは、内容とかマジめちゃくちゃ良かったじゃないですか。そやな。よく イメージですよ。なんか中でやってるわけじゃないから。悪くはなかったよな。うん、なるな。で、なんかこういい試合してるのに最後に失点してしまうみたいな、そのなんか降格するチームのこう負のみたいな、ああ、まあ、2009年の雰囲気は前の年があるからなんとかなるだろうっていうのがめっちゃあって、そうだから負けてもまあ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 思い出の試合とか、思い出の試合、思い出の試合聞きたかったね。思い出の話言ってくれ。試合大分でってこと。そうそう、せやな、大分で好き。もう、 あの試合ちょっと覚えてんなみたいな。やっぱあれ、やっぱ昇格者一番かなぁ、うん、その時森さんすごかったっすもんね。あ、プレーオフ、せやな、今日せやな、プレーオフやな。あれもよかった。プレーオフで、え、4点取ったんすか？4点取ったよ。プレーオフで4点取る人います？めっちゃ覚えてんのは、
俺テン最初フリーキックみたいなの時、はい、あの時にバーってベンチ行った時に俺田坂さんと行ったけど、その次に一番最初来てるのがタミヤおいでそうタミヤめちゃくちゃ嬉しかったっすね。それで言うと田坂さん怖かったっすね。怖かった。ただもういないっすね俺を。だからそれこそ、まあ、森さんみたいな人もそうですけど、そこまでもうガーッてなる監督な、何回監督室呼ばれたか俺もやで、俺と森さんと若くんでしょ、もう。でもなんかすげえやっぱ愛みたいなのもありますよね。そうやな、感じるじゃないですか、やんないと。キーパーも結構変えてたもんね。そうやね、うん、や J1 の時はもうなんか精いっぱいすぎてなんかもう何も記憶ないですよね。そうやな。まあ難しいけど、でもケースが17年やろ、多分もう何年、14年くらい、4年やろ。結構すごいし、なんか俺なんかすごく思うのは、今の現役中の悩みって多分終わったら多分すぐ解決できるやん。でその後どうするかよ、喋れるかどうかとか、終わった後のこの経験をどういうふうに生かしていくかとか、なんかそれをなんか思ったら多分今の現役 の, この悩みとかすぐ解決するんちゃうかなっていう。そんな足痛いの切ったみたいな解決の仕方がない。足すごいな、ゼロ100、ゼロ100、足くんいたよ、聞いてましたよ。何も買ってねえだろ。またメロンに焼酎入れて飲もうや。めちゃくちゃやタメと、まあ、ケイスケは昔からあれやし、タメとはプライベートで全然ミシンだって言ってたもんな、結構タメの時は本当に飲み行ってましたもんね。結局でもその時に昇格したじゃないですか。なんかみんながこうまとまってこうなんかしてる時っていうイメージですよね。佐賀さんもそれで作ってくれたしね。でも大分ってそれこそそういうのがめちゃくちゃ多いですよね。確かに。そのよくしてくれるお店みたいな。大阪はない。まあ正直な俺はない。まあ僕でも西宮の方住んでるからっていうのもあるかもしれないですけど、あんま聞いたことはないです。ケイスケも京都だろ。今日、まあ、京都そうやな。三月の時は、まあ、何個か、2、3個ぐらいは京都もやってんねん、聞いてんねん。あ？今通ってんの京都やろって聞いてんねん。今通ってるけど。やめてくださいよ、こんな大男の。でも、めちゃくちゃ良くなかったっすか？なんかもう、まあ、地域密着やん。そうやな、もうそうな、どこ行ってももう食えんってそのサービスはみたいな。でもね、そのなんか塩タンとなんちゃらタン乗ったらサービスどうやん。サービスの方が多いんだよ。だって映画館だってあったかいの食べたら冷たいの切れたから。そうそうそう。で絶対おにぎりもついてくる。そう、おにぎりすごいでかいし。なあ、今後の意気込みだけタメだ選手から。まあまあ今シーズンの。まあそうですね。まあ、でも本当にタイトルを、タイトルを絶対絶対取る。オッケーオッケーですよ。はい、タイトルはやっぱ取りたいんで、そこに向けてちょっとでも貢献できたらいいかなっていうものかなとしてますよ。ケイスケでもさ、もうちょっと感情出せ。これお前すごい優しいぞ。いやでも優しい。でもね、これ本当に俺結構言うんすけど、いやすごいと思う。ケイちゃんとかもう35歳になって練習終わって18歳とかのやつに、ケイちゃんシュートいいっすかみたいな感じでやるやろ。それでそうで、ずっと18歳19歳とか俺らみたいなもうペーペーのシュートを一番最後まで残ってキーパーやるじゃないですか。やるなケイスケは。で俺だったら練習終わって、でキーパーってプラスアルファもやるんで、プラスアルファやってその後に若手のシュート。でもな、前は裏若手誰言うてたで。言うてんわ。また言うてん。裏若手が出た。言うてんよ。もう何の時黒にせよ、お前。あ、ごめん。そっけねえやん。ちゃんと言うてんやん。急にねえやん。じゃあ、あの、車でプレスに帰ろう。すごいと思う。いや、まあ、ケイスやな。ほんまでも、俺なんか、感情殺せって言われたら、感情出せっていうのもすごいけどな。そうなんですよ。正反対っすよ。長いね、40分。まあ、こんな感じで終わらせてもらいます。ありがとうございました。